韓国のイ・ジェミョン京畿道知事が、日本の福島原発放射能処理水の海洋放流決定に対し、共同行動を予告した。李知事は28日、自身のフェイスブックに日本の福島汚染水放流、景気道31の四軍共同宣言というタイトルを付け一つになって行動しよう。国民の生命と安全に関する事案であるため、清掃も意味もありえないと書き込んだ。続いて宣言だけにとどまらず、実質的な共同行動に出る都市緊急対応タスクフォースの前例のない措置はもちろん、市郡と共に水産物安全性検査の強化、沿岸放射能物質の現況調査など、総合的な対応に乗り出す予定と明らかにした。李知事は25日、Facebook に政府の外交的解決策と同時に様々な方式の積極的対応が必要だ。黙って見ているわけにはいかないと書き込み、実質的措置を予告していた。李知事は放射能処理水の海洋放流決定を直ちに撤回してほしいとし、処理水処理過程のすべての手続きと情報を透明に公開し、国際社会の客観的検証を受け入れてほしいと処理水放出決定の撤回を促した。